はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。3時を回りまして3時22分ぐらいになってますね今。日経平均はと言いますとマイナス49円で今日は引けました。38,167 ですね。なんかやっぱしね、最近冴えませんね日経平均。はい、ドル円は 155.868 というところでございますね。原油先物 78.19 と、まあやや軟調と。ドルウォンはですね、1368と、このあたりでうにゃうにゃしてます。まあしかしね、今ね雨が割合激しく降っていますね。こう今日は朝傘をさせてきましたけども、夕方傘なしで帰りたいんですけど私は。はい、今3時25分でございます。はい、行きましょう。最近ねこのドイツのですね話題が多くなりました。いや僕ドイツ行ってませんよ。行ったことない。いや行ったことあるんですよ。23歳の時に行ったきりですから、どうでしょう、39年前に行ったきりでして、まあ観光旅行でねパラパラっと行っただけで、ですね、当時はまだ西ドイツですね、東西分かれていた頃ですからですね、西ドイツのですね、ちょろちょろっとこうどこ行ったかも忘れてしまいましたけど、なライン川を船でこう行ってたような記憶がございますけど、でただ最近ですね、ドイツ人、若いドイツ人、30歳ぐらいドイツ人とよく話すようになりまして、いろいろこう事情を聞いてます。いや結構政治大変みたいですよ。教えてもらうんですけどね、どうなってんねん、ああなってんねんって教えてもらうんですけど結構大変でですね、いやぐちゃぐちゃに揉めてるみたいですね。JB プレスのですね、昨日12日に出ましたですね、楠木加奈子さんという方の記事ですね。ドイツで相次ぐ政治家収益、呼び覚まされるナチスの記憶、極右がヘイトを煽り中道派も過激に、背後にロシアの影もというですね、タイトルの記事ちょっと読んでいきましょうね。そのまとめが3つありますんでこれ読みましょうね。ドイツで政治家に対する襲撃事件が相次いでいる。疑われているのは極右勢力との関係だと。襲撃犯の仲間と見られる人物がハイルヒトラーと叫ぶ姿が目撃されるなど、ナチスを彷彿させる事件に警戒感が高まっている。ヘイトを煽る極右勢力とロシアの関係を指摘する報道のほか、中道派の言説も過激化しているとの指摘がある。ドイツの民主主義は危機に直面しているという、このいやこのね大げさではないと思います。ね、政治家に対する襲撃事件ってね、日本ってね、例えば、2年ぐらい前に岸ちゃんが和歌山で襲われましたね。その前は安倍さんがですね暗殺をされました。まあ、ああいうのはあるにしてもですね、日本ではその年に2桁起こらないでしょう。ドイツはちゃうんですよ。まあちょっと読んでいきますね。5月7日ドイツの首都ベルリンにある図書館で、昨年まで同市の市長だった女性議員が男に襲撃され、後頭部などに痛みを訴え一時病院で手当てを受けた。何らかの重い物体を入れた袋で背後から女性を殴りつけた。74歳の男が逮捕された。74歳のじいさんですよ。襲撃の一報はドイツ国内だけでなく、ロイター通信など主要欧米メディアでも速報された。被害者の怪我の程度も比較的軽く、死傷者もいない襲撃事件がなぜこれだけの注目を集めたのか、それはドイツではこの事件に至る1週間の間に政治家に対する同様の襲撃が3件も立て続けに起き、重傷を負った人もいたからだ。そして政治家に対する暴力並びに脅迫や暴言を伴う行為はこの数件にとどまらないと。まあいろいろ書いてあるんですけどもですね、やっぱし基本的にね、右派の人がですね、それ以外の人をですね襲ってるというケースが多いようです。まあ右派も襲われてるんですけどね、でもそう数としては右派がですねそうじゃない人を襲ってると、
緑の党の女性議員がドレスデンでの選挙活動中、男と女に襲われたと。女が議員の顔に唾を吐きかける瞬間も捉えていたと、このテレビがね、テレビカメラが。報道によれば、この男女は女性議員に詰め寄る前、複数の人間と共にたむろしており、その中の少なくとも一人が、入る、ヒトラーと掛け声をかけていたという。うわぁ、おぞましい。いやー、そのね、こう政治家を襲うというのは何やろ、なんていうか、こう民主主義に対する挑戦、暴力と民主主義は相反するもんですからね。警察がまとめた暫定統計では、ドイツにおける暴力行為や言葉の暴力、脅迫などを含めた政治家に対する犯罪は2023年に2790件発生した。今日は翼の党のですね、事務所と代表と候補者の自宅がガサ入れにあったというのが報道されていますけども、まあ、逮捕する前にガサ入れってどういうことなんと思いますけど、逮捕するんでしょうかね、公職選挙法違反で。まあ、あれも翼の党がやったこともですね、まあまあ、これに類することかもしれませんけども、日本ではそうそう珍しいと思います。少なくとも年に2790件も起こっていないですよ、そういうああいう事件は。でもドイツでは起こっているわけです。ドイツというのは人口のサイズが日本の3分の2です。日本より小さい国なんです。でそこでですね、2790件、これちょっとですね、異常事態なんです。でね、なんでそうなったのかというね、問題は、私の認識はですね、ひとえに移民問題なんですよ。で、メルケルというおばはんがですね、12年間かな、ドイツの首相として君臨したんですよ。で、彼女がですね、2015年以降ですね、移民を受け入れるということをですね、もう無条件に、無制限に受け入れるということを表明してですね、大量の移民がですね、ドイツに入り込んだんですね。それで何が起こったかというと、治安が乱れたんです。で、夜女性が一人で歩けない地域はですね、増えたわけなんですね。で、これに対して当然ですね、反発が起きるわけであってですね、移民を排斥しようぜというふうな動きになっていくわけであって、それが右派の力を強くしているわけですね。あいつら追い出せという感じでして、で、もうすぐ地方選挙とヨーロッパ議会選挙があるんですけども、その中でですね、 AFD という政党がここのところをですね、ものすごく伸びてるんですね。これ5年ぐらい前まではただの泡沫でした。それが急激にですね、力を伸ばしているわけであって、次総選挙があったら第一党になるというふうに、こういう観測も出ています。あんながちそれがですね、こう突飛な考えでもなさそうなんです。この AFD っていうのは、日本語訳するとドイツのための選択と、選択肢という政党なんですけど、いわゆる右派政党でしてですね、まあ、要は移民追い出せ的なことを主張してるんですけども、ただですね、そのさっきのドイツ人に聞くと、寄せ集めなんでですね、まとまりがないというふうには言っていましたね。そのゴロツキみたいな連中もいれば、まともな保守の政治家もいるということで、こいつらがナチになるんかって、ナチにはならないだろうと言ってましたけど、そんな分かりませんよ、そんな。ナチスドイツが台頭したのもですね、ワイマール共和国という緩いですね、民主国家に対する不満と、あとは連合国に対する賠償で経済が疲弊していた時なんですね。で、今のドイツ経済やばいんですよ。まあ、わずかながらのマイナス成長を2年連続続けるんちゃうかというふうに言われています。そういう時にやっぱしですね、そういうこう危険思想というか、まあ右派の連中がわーっとこう盛り上がるわけです。
で今です、ね、ヨーロッパはです、ね、オランダで右派政権が誕生して、イタリアで右派政権が誕生して、フランスでも次選挙やったらです、ね、あの右派のオバハンがです、ね、あの何たれたあのオバハンです、ね、が大統領になるんちゃうかというふうに言われています。もう右の時代になってしまったんですよ。その右の人たちに微妙にですね、ロシアが関わってるなんていうふうに言われています。なんかね、なんかやばい、やばい空気になってますよ今。ということでですね、この一応この1ページ目 JB プレスなんですけどもですね、ドイツで相次ぐ政治家襲撃というですね、タイトルの記事のアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうも、ありがとうございました。